今回は中国で日系自動車メーカーが撤退しているという闇事情について、詳しく解説していくぜ。中国の自動車メーカーに関しては、ほとんど無知だからとても気になるわ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。日本の味方。驚くかもしれないが、中国から日本の自動車メーカーが撤退するかもしれないんだぜ。何があったのかしら？実は今、中国の値下げ戦略により、市場が崩壊しかけているんだ。そのため、日本企業は中国の自動車市場の損切り体制に入っているみたいだぜ。損切りって、何のことかしら？これは、今現在のポジションに評価損が発生した場合に、それ以上の損失を防ぐために、損失を覚悟して取引を終了させることだ。なるほどね。この状況なら、その方がいいんじゃないかしら。世界的にも、現代社会においてガソリン車から電気自動車への移行がとんでもないスピードで進んでいるんだぜ。そして、中国では500社以上の EV メーカーが存在していたこともあったくらいだ。そんなにあったら、競争率もすごそうね。ああ。だから、中には1台も車を販売することができずに破産した会社もあるみたいだぜ。1台も作らずにって、会社として全く成り立ってないじゃない。このようにいつ倒産するかわからない会社は多くあったんだ。そんな会社の車、怖くて乗れないわ。実際に、2022年の中国製の EV 車は1日平均7台の火災事故を起こしていたみたいだぜ。1日平均7台って、とんでもない頻度よ。なんでそんなことが起きてしまうのかしら？ではここからは、各メーカーの販売実績データをもとに解説していこう。ぜひ、お願いします。日本車のメーカーが損切り体制に入ったことで、日本車の販売台数が大幅に減少したんだ。そうなるわよね。実際にはどのくらい減少したのかしら？日産の自動車が2023年2月6日に公表した、1月の中国市場の販売データでは、同月の販売台数は 47,521 台だったらしいぜ。これは前年同月比の 64.4% という、大幅な減少を示しているんだ。そんなにも減少していたのね。でも、これ以上の減少は危ないんじゃないかしら？ちなみに、日産だけではないんだぜ。トヨタの1月の販売台数は、113,800 台で前年同月比の 23.5% の減少だったみたいだ。ちなみにレクサスについては、前年同月比の 62.4% の減少だったらしいぜ。レクサスも日産に負けないくらい、大幅に減少しているのね。さらに、ホンダは 64,193 台で、これも前年同月比の 56.2% の減少みたいだ。やっぱり、日本のメーカーはどこも減少しているのね。1月に何かあったのかしら？実は中国政府は、2022年12月末である補助金を打ち切ったんだぜ。ある補助金って、何かしら？エンジン車の自動車取得税の軽減措置と新エネルギー車の普及促進の補助金なんだ。なるほどね。だから、補助金が終わってしまうから慌てて、飛び込んできた人がいるのね。ああ。それとさらに、単純に春節が重なったのも影響したかもしれないな。春節って何かしら？日本で言うと、正月的な連休期間があるんだぜ。それが、1月下旬に重なったみたいなんだ。春節の時期は年によって異なるみたいだが、おおむね1月下旬から2月上旬が多いみたいだぜ。連休といっても、どのくらいの期間なのかしら？1週間ほど休暇を取る人が多く、中国国内はもとより海外へも多くの人が出かけるんだ。なるほどね。その春節が重なったことが、どう影響してるということかしら？春節は、中国の連休だから、自動車販売店の営業日数が減少したということだぜ。そういうことね。ちなみに、最近のデータじゃなく、年間のデータとかってあるのかしら？もちろんだ。年単位で見ると、2022年のトヨタの販売台数は前年比 0.2% 減の194万600台。ホンダは前年比 12.1% 減の137万3000台で、日産は前年比 22.1% 減の104万5000台だったみたいだ。大手3社全部が、前年より減少しているのね。ああ。この3社以上に打撃を受けたのが、三菱自動車だぜ。そうだったの？どのくらい減少したのかしら？三菱自動車は、前年比 49.3% 減だったようだ。なんだか中国政府が、日本車のメーカーを締め出そうとしているみたいだわ。どうして、こんなに下落しているのかしらね。今中国では、電気自動車がかなりのスピードで、浸透しているんだぜ。中国が最新の自動車を使っているなんて、驚きだわ。だから、ガソリン車が減っているのかしら？ああ。
日本とは対照的なんだ。中国のメーカーは、EV シフトや車のスマート化に力を入れていて、市場シェア拡大に成功したんだぜ。日本と対照的なの？日本のメーカーも、EV に力を入れているとばかり思っていたわ。日本のメーカーは、ガソリン車では世界屈指だが、EV に関しては遅れを取っている部分が若干あるんだ。意外だったわ。中国では、EV の普及率はどのくらいなのかしら？ 2023 年には900万台に達し、市場普及率で見ると、35% になると予測されているみたいだぜ。さらに EV 車は 268.7 万台増えたのに対して、ガソリン車は230万台減少したらしいんだ。ということは、昨年販売された車は4台に1台が EV 車だったってことになるわね。本当に EV へのシフトが進んでいるのね。日本の車メーカーの下落の原因は、もちろん EV だけじゃないんだぜ。他に何があるのかしら？コロナによる半導体の供給不足やロックダウン、部品サプライチェーンの混乱もあるんだ。確かに、コロナの影響は車のメーカーだけでなく、多くの企業に影響を与えたものね。ああ。そして最大の問題は、トヨタ、ホンダ、日産の3社から、魅力的な EV が提供されていないことだろうな。なるほどね。でも、どうして中国では電気自動車ばかり購入されているのかしら？中国の車市場では、あることわざがあるんだぜ。あることわざって？売れない車は存在しない。ただ、売れない値段があるだけだという、ことわざだ。つまり、値段さえ下げれば、どんな車でも売れるということかしら？ああ、その通りだな。だから、電気自動車ばかり売れているのは、ただ安いからなんだぜ。なるほどね。平気で道路に唾を吐いたり、ゴミをポイ捨てする人たちが多いイメージだったから、環境に考慮しているとは思えなくて。ああ、電気自動車の売れ行きのスピードは、環境に配慮した結果ではないぞ。安ければいいというのは、中国人の国民性を考えると納得だわ。日本の車メーカーは、撤退してよかったと思うわ。アメリカの EV 大手の会社に、テスラという企業があるんだ。聞いたことがあるわ。日本でも走っているしね。どんな会社なのかしら？テスラは、世界で最も売れているプラグイン及び、二次電池式電気自動車の乗用車メーカーとして、位置づけられているんだぜ。さらに、子会社であるソーラーシティを通じて、アメリカで太陽光発電システムを開発し、その主要な設置者ともなっているんだ。なるほどね。EV シフトしている中国にとっては、目が離せない会社ね。ああ。テスラは、2009年に最初の自動車モデルのロードスターの生産を開始したらしい。このテスラが、中国にある上海の工場で現地生産をしているモデル3とモデル Y という主力車種があるんだぜ。モデル3は、2020年12月までに80万台以上が、納入されており世界で最も、売れている電気自動車らしい。この2つの車種の中国市場向け販売価格を、2023年1月6日に、大幅に値下げしたことから始まったんだ。そうだったのね。どのくらい値下げされたの？ベースモデルで比較すると、モデル3の価格は、日本価格で約513万円から約444万円に値下げされているぜ。さらに、モデル Y に関しては、約558万円から約502万円に値下げされたんだ。いくらなんでも、値下げしすぎじゃないかしら。ああ、これは、本国のアメリカでの販売価格を下回っているからな。ちなみに、テスラの値下げについては今回に限ったことではないんだぜ。そうだったの？驚きだわ。今回のは何回目の値下げなのかしら？中国市場でのテスラ社の値下げは、9月以降で今回が5回目になるんだ。しかも、値下げ幅に関しては、今回が最も大きいんだぜ。5回も値下げしているなんて、ありえないわ。値下げ幅も50万もあるって、恐ろしいわよ。車のグレードによっては、約93万円の値下げが行われたものもあるんだ。でも、テスラがこんなに値下げしたら、自動車業界全体にも大きな影響を与えたんじゃないかしら？その通りだな。なんといっても、テスラの2020年の世界車両販売台数は、前年比 35.8% も増加して、499,550台となっているんだぜ。さらに、その中の電気自動車の生産台数は、100万台の大台を突破するという、世界でも有数な車メーカーなんだ。だからこの値下げにより、中国新興企業やワーゲン、ベンツグループなども、合わせるしかなくなったんだぜ。やっぱり、そうなるわよね。ああ。テスラ以外の自動車メーカー、約30社が値下げすることになったんだが、最大約130万円の値引きが行われたみたいだ。市場の大混乱を引き起こしてしまったのね。誰も、止められなかったのかしら？中国自動車工業協の CAAM は、22日に業界の健全な発展のため正常化すべきだと、価格競争の停止を呼びかけたんだぜ。値下げなんてしても、販売減速の長期的な解決策にはならないからね。巻き込まれた周りの企業がかわいそうすぎるわね。
テスラの値下げのタイミングは、業界オフのスパイラルや、制御不能に陥れる危険性まであると言われるほどなんだ。でも中国なんて、EV 車を出しておけば売れたでしょうから、テスラもここまで安くする必要はなかったんじゃないかしら？テスラの EV 車は、中国企業のライバルの製品よりも高めだから、値段を変えないと売れないのが現実なんだぜ。なるほどね。本当に価格を下げることのみで、需要を高めているのね。ああ。だから、他の企業も合わせて安くせざるを得なくなってしまったんだ。中国では、約30社の自動車メーカーが値下げを行っているのが、今の現状みたいだぜ。中国には、30社も自動車の企業があるの？ああ。この企業の多さも、問題の一つになっているはずだ。中国では、2023年のみで約150以上の、新型電気自動車やプラグインハイブリッド車のデビューが予定されているぜ。多すぎよね。また、テスラの値下げに振り回される企業が、増えるだけじゃないかしら？実は、ここでも値下げによる打撃を、受けているんだ。そもそも中国は、赤字でも売りまくるような、後先考えない企業が多いからな。あらま、そんなに簡単にうまくいかないのね。ぜひその話を聞きたいわ。中国では電気自動車の販売が伸びていることで、EV メーカーの数はなんと400社もあるみたいだ。数が多すぎるわ。EV ってそんなに儲かるのかしら？実は、一部を除く中国の EV メーカーは、どこも儲かっていないみたいだぜ。そうなの？何でも安くしすぎなんじゃないかしら？中国の EV ブームの牽引役は、シャオペン、リーオート、ニオの3社だと言われているんだ。さらに、これらは中国内だけでなく、海外進出をして販路を拡大しているらしいぜ。ちなみに、どのくらい売れているのかしら？シャオペンは、第2四半期の販売台数は 98% 増の 34,422 台だそうだ。そして、リーオートは、63% 増の 28,687 台だったみたいだぜ。さらにニオは、14% 増の 25,059 台くらいみたいだ。本当に急成長してるわね。これでも儲かっていないのが不思議だわ。これらの純損失もひどいんだぜ。シャオペンの第2四半期の純損失は、126% 増の27億元らしいんだ。そして、ニオは 370% 増の28億元らしいぜ。さらにリーオートは、172% 増の6億4100万元となっているんだ。なるほどね。確かにこんなに損失が増えていれば、利益を出してても意味がないわね。こんな赤字まみれの中国 EV 業界でも、唯一利益を出している企業が存在しているんだぜ。中国の企業は詳しくないけど、どこの企業なのかしら？それは、BYD だ。BYD は、現在中国最大の電気自動車メーカーなんだぜ。世界三大投資家とも言われている、アメリカのウォーレン・バフェットが出資している会社なんだ。どのくらいの利益を出しているのかしら？今年上半期には、64万1350台を販売して、利益は 206% 増の36億元だぜ。すごいわね。これだけ EV の会社があるのに、こんなに利益が出ているのは、素晴らしいわ。そうだよな。ちなみに、当然倒産している企業もたくさんあるんだ。中国の EV メーカーは、現在200社以上だが、以前は500社以上もあったんだぜ。ということは、半分以上が倒産してるのね。ああ。コロナのパンデミックにより、生産停止をさせられた工場も多くあるんだ。そんな世界情勢も影響した結果、EV 生産のための巨額な資金の調達ができず、経営難に陥る企業が相次いでいるんだぜ。中には、1台も生産せずに破綻した会社もあるくらいだからな。せめて1台くらいは、作らなきゃ。でも過去にこれだけ多くの企業があったのなら、そこで作られた自動車ってどこに行ったのかしら？実は、これも大きな問題になっているんだぜ。そうだったの？どうしてかしら？郊外の農村部では、放棄された大量の EV シェアリングカーが置かれているんだ。ひどいところでは、2000台以上が放置されているみたいだぜ。どうして、こんなことになってしまったのかしら？2015年に中国政府が打ち出した、中国製造2025という計画があるんだ。どんな計画なのかしら？これは、2025年までに EV を含む、新エネルギー車の生産を強化するための計画だぜ。その中で、国民に多くの EV 車を運転してもらうため、カーシェア事業のサポートに力を注いだみたいなんだ。なるほどね。だから、EV 車を乗る国民が増えたのね。ああ。当然 EV 車に乗る国民が増えると、同時に EV 車を製造する企業も増えたということだぜ。500社以上もあった理由がわかったわ。しかし、2020年にこの補助金の支給が終了したため、過剰に集まりすぎてしまったベンチャー企業の倒産が相次いでしまったんだ。なるほどね。こうした中で、国が力を入れていたカーシェア事業で生産された、大量のシェアリングカーだけが残ったんだぜ。ひどいわ。
この問題は何も解決していないのに、今も新しい製品が出てるんでしょう？その通りだな。これが後先も考えず、ただ目先の利益だけ追い求めた中国の末路って感じだな。これは、中国国民が困るだけじゃなくて、地球環境にも影響していることが、どうしてわからないのか不思議だわ。でも、中国が EV 車を使っているだけでも、あの排気ガスまみれの環境には、良いことだと思うぜ。しっかりと、普及できていて使えているならね、生産しているだけにしか思えないんだけど、他にも探したらボロがたくさん出てきそうだわ。ああ、中国の EV シフトによって起こる問題は、実はまだまだ出てくるんだ。でしょ？そう思ってたわ。ぜひ、聞かせてほしいわ。まずは、電力不足問題だぜ。電気自動車の普及が進むことで、中国で充電インフラの弱点というのが、目立ってしまっているんだ。車の充電ができないとかそういうことかしら？ああ、公共充電設備が一時的に閉鎖されたり、設備の使用が制限されたりしているんだぜ。どうして、そんなことになっているのかしら？ほとんどの人が、専用の充電設備を持っていないんだ。確かに EV 車を持つのに、充電設備が普及されていなかったらできないものね。ああ。だから、日々の必要な電力確保が、かなり困難になっているんだぜ。これも、やっぱり後先考えない中国らしい問題ね。ああ、その通りだな。このままでは、電気自動車の充電どころか、生活する分の電力も供給できなくなってしまうほどなんだ。まあ自業自得よね。自分たちが、被害を受ける分には何も思わないわ。さらに、そもそも電力不足問題だけでなく、充電施設自体も不足しているんだぜ。ええ、そうだったのね。高速道路のサービスエリアなど主要箇所には、充電スタンドはあるみたいだが、大行列で並ばないと充電ができないみたいだ。これは、政府が EV シフトを促したんだから、早急に対処すべきじゃないかしら？苦情だらけなんじゃない？あとは、大雪などの寒さに弱いという問題もあるみたいだぜ。車が寒さに弱いって、どういうことかしら？夏は300キロ以上走れても、寒くなる冬は200キロも走れないなんてことが、多いみたいだ。どうして、EV を進めたのかしら？全然何も整備されてないから、本当に危険だわ。ああ。特に中国は広いから、冬の積雪量がすごい地域もあるんだぜ。だから、車があっても走れないとか、充電がしっかりとできないなんてことが、多発しているみたいだ。そうなると、結局ガソリン車に戻ることになって、EV の墓場もできて、余計に環境を悪くしてそうだわ。他にも問題はまだあるんだぜ。ええ？まだまだ出てくるの？次は何なのかしら？ EV メーカー企業がたくさんあるって話をしたが、その中でも急に出てきたメーカーが作る車は、安全性に欠けているんだ。もともと中国の車に安全性なんて確保されていないと思うわ。自動車は命の危険にもつながるから、中国であっても安全性は最低限求めてやっていってほしいぜ。ちなみに、何か起きたのかしら？ああ。2023年1月に、中国の大手の EV メーカーである BYD が、ついに日本で販売を始めたんだ。ついに、日本に上陸したのね。その際に、日本に納品実績のある EV バスに六化クロムを含有した溶剤が使われていたことが発覚したんだぜ。六化クロムって、何なのかしら？六化クロムは、主にボルトやナットなどに使われているんだが、金属表面の腐食を防ぐためのもので、人体には有毒なものなんだ。ええ？それを国民が利用するバスに使われていたということ？ああ。この六化クロムは、日本では法的な規制はないが、欧州地域では使用禁止とされているほど、危険なものなんだぜ。そんな危険なものを使っている中国は、やっぱり恐ろしいわね。他にも、BYD のやらかした事件があるんだ。まだあるのね。一体何かしら？中国で、バッテリーの自然発火により、火災事故が多発しているみたいだぜ。ええ？大手の EV メーカーじゃなかったの？やらかしすぎじゃないかしら？この発火事件は、BYD だけではないんだが、2022年9月6日に報じられた内容によると、4ヶ月間で23台の火災事故が発生したみたいだ。ええ、恐ろしすぎるわ。人間の利用するものよ。やっぱり、中国産のものは危険なのね。中国の災害管理や応急救援を管轄する省庁の中国応急管理部によると、2022年第一四半期に EV 車の火災事故は640件起きているみたいだぜ。これは、前年の同時期と比較すると、32% も増加しているんだ。1日7件のペースで、事故が起きていることになるじゃない。
日本にも輸入されている可能性はあるのかしら？今のところ、そこは大丈夫みたいだが、私たちも油断はできないよな。BYD は、日本ではまだ見たことがないけど、見かけたら警戒しなきゃいけないわね。中国は、これまで日本にとっても良いお客さんだったから、簡単に手放せないだろうが、今後の証券は見直しが必要そうだな。ということで、今回はここまで、いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。